悩んでる暇はねえからな。親父に殴られたのは後にも先にも一度っきり。おさったそれだ、ルク。立て、走れ。ビビったよ。家じゃ声を荒げたこともないおとなしい親父だったのに。おいおい、人でにぎわうショッピングモール、そこに仕掛けられていた爆弾に親父のやつが気づいたんだ。情けねえ話、俺はぶん殴られるまで足がすくんでた。走れ、ルク、行け。蹴り飛ばされるみたいにして走り出した。俺の背後で親父は、みんなここから離れろ、グズグズするんじゃない、走れ走れ走れ。やべえんじゃねえ、逃げろ。そうだ、走れ、行け。テロだった。親父がああやって誘導してなきゃ被害はもっと大きかっただろうと後から聞いた。俺はテロと戦う道を選んだ。入隊して訓練して戦って戦って。だけどそんな日々に俺はどこか満たされずにいた。くそくそくそ、荒れているようだな、若いの。ああ、なんだよあんたって。大佐殿、敬礼は不要、階級章とは関係のない要件だ。相手してもらえるかな。言っときますが、手加減はできませんぜ。さあ、構わん、来い。サッ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 サ。お前の上官に相談されてな、有望な下士官が進路に悩んでいると、聞けば親父さんをテロ事件で亡くしているとか。そうです。さあ、それで特殊部隊を志願しました。だがやめようと思っている。ええ、軍が嫌になったわけじゃありません。誇りに思っているし、仲間も大事だけど、この戦いが本当に俺の戦いなのか、俺はそれで強くなったと言えるのか、わからなくなっちまった。そうか。優れた戦士に抜けられるのは軍にとっては損失だな。だがあいにく俺は知ってるんだ。そうよ、自分の戦いを戦うと決めた連中のことをな。自分の戦いを戦うと決めたやつを止める言葉はない。気が済むまで戦うしかない。そうだろ、親父さんに、それとこれからのお前の戦いに。あの事件まで
俺は親父のことはおとなしくて度胸のない男だと思っていた。実際は違った。全然違った。俺は俺の戦いを戦うことにする。いつかあの背中に追いつくために。